皆さんこんにちは。ナンバーアイの公式インスタグラムにて、新曲、GO80 のソロムービーが平野翔さん、岸優太さんと公開され、この度、神宮寺優太さんの公開をもって全員分が公開されることとなりました。ソロムービーにはメガボルトに登場する様々なシーンや衣装姿のメンバーが個人で登場し、一部分を口ずさんだりダンスを踊る姿を堪能できる動画となっています。1月1日にデジタルリリースした GO80 は、3月6日には CD リリースも控えており、ますます注目を集めることになりそうですね。そんな中、ナンバーアイの平野翔さんが出演するサントリー、翠ジンソーダの新テレビ CM、平野翔初めての翠ジンソーダ編が2024年2月10日から放送が開始されています。ブランドが大切な価値として掲げる清々しさを体現する新イメージキャラクターに抜擢された平野翔さんは、この CM がお酒の CM 初出演となっています。夕暮れの手羽先が名物の居酒屋に仕事終わりに立ち寄った角田さん。名物の手羽先と翠ジンソーダをオーダーし、早速届いた翠ジンソーダを飲もうとします。そこに居合わせた平野翔さんも翠ジンソーダを注文しつつ、どんな味なんですか?と角田さんに声をかけます。角田さんは、例えていい、と語り出します。角田さんが語っている最中、平野さんは角田さんをよそに一口。すると、青空や木々といった自然のイメージが一気に広がり、平野さんが思わず、いとすがすがし、とつぶやきます。翠ジンソーダを通じた軽妙な二人のやりとりが見どころの内容になっています。翠ジンソーダの CM は平野翔さんにバトンタッチされています。サントリーは同日、1919年に作られた同社工場の中で最古の大阪工場に55億円の設備投資を行うことも発表しました。大阪工場内に新たなタンクを新設し、翠ジンソーダのリニューアルに合わせて、女性消費者を意識して平野翔さんが新しい顔に選ばれました。平野さんが CM キャラクターに選ばれた背景には、彼の所属するグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイでの活動もあります。ナンバーアイは、神宮寺優太さん、岸優太さんと共に結成され、1月1日にファーストデジタルシングル、GO80 をリリースし、デビューしました。この楽曲は、リリースわずか3日間で YouTube 再生回数1000万再生を突破し、グローバルでのランキングやビルボードジャパンでの評価も高いです。平野翔さんは、旧ジャニーズ事務所を経て、滝沢秀明氏が率いる 2B へ移籍し、新グループ、ナンバーアイを結成しました。彼の個人活動も盛んで、高級ブランドとのパートナーシップ契約や、イヴ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任しています。平野は今年に入り、リックプロジェクトを次々と発表し、旧ジャニーズ時代よりも活躍し、成功が目に見えています。これまで、元ジャニーズは数年間は大きな仕事に就けないのが通例だったことを考えれば、旧ジャニーズの性加害問題が影響していることを割り引いても、平野の活躍は異例の事態と言えますとスポーツ記者は語っています。若い世代にも注目されている平野さんが CM キャラクターにと発表されてすぐに、ネット上で購入したいという声が多くなっていると言います。まさに平野の売れ現象が起きている状況で、テレビ CM でさらに勢いは加速するでしょう。サントリーは平野に CM を任せるタイミングで、2月7日にサントリー戦略説明会を行い、アルコール飲料である、緑の拡大を発表していますが、水も主力商品ですから、平野にかなりの期待をしていることが伺えますと大手広告代理店関係者は話しています。平野翔は、2B に移籍し、新グループ、ナンバーアイを結成。2024年1月にはルイ・ヴィトンとパートナーシップ契約を結び、イヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに、北山博光は、元キスマイのメンバーであり、2B に移籍後も俳優活動を続ける。2B は、2024年3月に東京ドームで初のコンサート、ニヒーローズ 2B ファーストスーパーライブを開催する予定です。コンサートは4日間にわたり、大きな注目を集めています。
さらにコンサート前後には所属アーティストを地上波のテレビ番組に積極的に出演させる構想があります。これらの動きは男性アイドル市場に新たな風を吹き込むものと期待されています。滝沢秀明はテレビ局幹部や大手広告代理店のスタッフと協力し、テレビ進出を本格化させる取り組みを進めているとされています。2月に入ってから平野紫耀が2本の CM に出演している。 CM 内で平野は後輩の相談に乗る先輩役として出演。将来について悩む後輩に対し、本気で夢を追うって簡単じゃないんだってマジで、と現実の厳しさを伝えつつ、でもその夢を実現できたらきっと最高だって思えるんだよ、と夢を追うことの素晴らしさを語る。そして最終的には自分の道は自分で選ぶしかないでしょ、と後輩にエールを送る内容となっている。平野紫耀が大事にしてきた失敗してもいいという姿勢、二つの CM を見て感じたのは、新しい道を歩み出した平野自身とどちらも重なる部分があること。緑で言えば新清々しい人というキャッチコピー、水神ソーダの爽やかなイメージがリスタートを切った今の彼自身によく似合っている。そしてデジタルハリウッド大学のみんなを生きるな、自分を生きよう、 CM 内で語られる言葉の数々はあくまでセリフなのだとしても、彼が本当に自身の経験をもとに語っているような説得力があるのだ。 YouTube で公開されているデジタルハリウッド大学みんなを生きるな、自分を生きよう2024編のインタビュー映像で、平野は人生の選択に悩む人へのメッセージとして、本当にやりたいことなのであればこれで失敗してもいいと思えるはずなんですよ、と答えている。失敗してもいいは自身が表紙を飾った ELLEJAPON の2023年11月号特別版でのインタビューや、ナンバーアイ結成発表時の生配信などでも繰り返し口にしてきたフレーズだ。普通ならできるだけ失敗したくないと考えてしまうのが人間だろう。挑戦してみたいことがあっても失敗するのが怖くて現状維持を貫いたり、周りと同じ安全そうな道を選んでしまったりする。しかし待っているだけでは夢は叶わない。たった一回の打席でホームランを打とうとしたら、緊張しすぎて打席に立つのすら怖くなるのと同じこと。何度空振りしても諦めずに打席に立ち続ければそのうちヒットを打つコツも分かってくるし、いつかホームランだって狙える日がやってくるだろう。そういうことなのだと思う。そして結果がどうであれ、挑戦している姿自体に勇気をもらえる人もいる。昨年 2B で再出発した平野もまた夢を追い続けている最中なのだろう。そこには彼が以前から語ってきた海外での活動も含まれているのだと思う。 CM 内でのセリフ通り、本気で夢を追うことは簡単ではない。結果がすぐ出るわけではないし、